おはようございます。おはようございます。本日はですね、楓シリーズを追ってお届けしていた楓なんですけど、見ての通り放置してしまいました。放置してしまったんですね。ゼニゴケがすごい。ここの柱していたいところがめっちゃ食い込んでるじゃん。やってしまいまして、まあそこはまたここで枝作ればいいのかなとは思うんですけど、にしてもちょっと放置してしまったので、この前回の動画を覚えている方いらっしゃったらそれを見ていただけるとありがたいんですけど、呼び継ぎをしようっていう話をちらっとしてたかなと思います。そのために伸ばしていた枝なんですけど、それ以上に違うとこがどんどん伸びてしまいまして、じゃあもう傷になっちゃってるし、傷つけながら継いでみようと。傷つけながら継いでみる傷つけてしまいますけども、はい、継ぐので、はい、ただ、しっかり見物になるような作業をしていこうかなというふうに思ってます、はい、この木についていろいろ考えながら、でいろんな人に聞きながら、どういう継ぎ方がベストかなっていうのを自分なりに考えてたんですけど、はい、1個は沿わせるっていうやり方ですね、うん、はい、であとは根をそのままやるっていうやり方と、穴を開けてそこから枝を入れるっていうやり方のどれかかなっていう感じで、ちょっと今日はですね、穴を開けてその中から入れてみるっていうやり方をやってみようかなと思います。で実際私そのやり方って、穴自体は自分で一からで初めてなんですよ、その辺は過去の動画の矢島さんのやつも見ながら、はい、ちょっと復習したのでそれをやってみようかなと、やってみようと、はい、思います。なんとなくやり方は分かるんですけど、はい、細かいところは参考にさせてもらいながらやろうと思っております早かったね最後、はい、お願いします、はい、じゃあまずは掃除から始めていきますので、はい、やっていきたいと思います。ゼニゴケっていうのはですね、生やしとくとどんどん増えていっちゃうんですね。基本的にはもうゼニゴケを生やさないようにしましょう。はい、これは良くない状態、良くない状態ですね。でなんで穴を開けて通す方法をやるかって言いますと、穴を入れる方法っていうのはまだ木が若いですから、穴ってその結構なんだろう、大きく作らなくてもちっちゃい穴でできるっていうので、うん、傷が少なく済むっていうメリットがありますね、はい、で逆に沿わせるとそこの沿わせたところが傷になるので、うん、だいぶ範囲は結構大きくなってしまう、まあ、それにしてもこの枝の細さなのでそんなに目立った傷にはならないと思いますけど、はい、まあ、より小さい傷になるのは、まあ、穴から入れる方法なのかなと思うので、うん、この方法でやっていきます。掃除が終わりました、はい、じゃあ今度とりあえず食い込んでしまってる針金を外したいと思います、はい、ので、慎重に外していきます。食い込んでしまった針金なんですけど、うん、まあ、取れるようだったら手で取っちゃった方が傷は広がらないですね。だから雑木のいいところで立て替えができるところだと思うんで、はい、結構傷になってしまってもその元にしっかり胴吹きしているところで、あるところがあればそこでね立て替えてちっちゃくもできますから。なるほど。そしたら傷もなくなるし、まあ、切り傷はできますけど、うん、結構やっぱ足元もぶっといですね。ね、僕は選んだんですよね、これね。もらったんですよね、確かね。で、みんなで分けようって話で、うん、みんなどれがいいって話になったんですね。ひるまさんと3人で。そうか。で、僕は他にいらないからこれだけもらいますって。うん。それともらいすぎても僕間に合わないし。そうね。現に間に合ってないし。間に合ってないね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。この間、ハマグリいただいた。ハマグリいただいたね。じゃあ、もっと。あっちゃーって感じですね。あっちゃーって感じですか。あっちゃーって感じですね傷がすごいですね。まあ使わない部分ですから、うんうん、今一回伸びてるやつはそのままにします、はい、でまず通すだけ通しちゃいます、うんうん、そこからまた調整しようかな、はい、あ、でまず原理から言うと、まずこういうちっちゃい切りみたいので、うん、木に穴をビーって開けます、はい、で開けたその穴に枝そのものを入れるんですね、はい、で入れた段階で固定をします。そうすると枝がだんだん肥大化してきて
枝が太くなりますね。そうすると、穴とこの枝の部分が癒着してくるんですよ。そうするとここから水を吸うようになります、枝が。なので完全にこの木から生えたような枝を後付けで作ることができるっていうのが通し継ぎになりますかね、うん、はい。で、通した枝ってここからつながってるんですが、だいたいまあある程度もう伸びるようになってきた段階で切ってしまいます、はい、そうすると完全にも独立した枝になるっていうわけですね。それでは穴を開けていきたいと思います。はい、目論見をまず言いますと、こちらの枝を最初当初はですね、ここに沿わして継ごうと思ってたので、こういうところに持ってきてみました。はい、それがまあ癖ついてこのような形になってるんですが、うん、通すっていうことを考えると、裏の方のまあ要はちょっと四角になっているような場所から穴を開けて、後ろから前にやっていきます。うん、でちょうど対角になるぐらいですかね、ここら辺の、うんうん、でこっから出すようなイメージ、先を。これ裏枝になるのかな、うん、こっち正面。あ、そっちが正面なんだ、うん、じゃあ差し枝、差し枝になるっていうイメージですね。はい、こういう感じに、まあ、ちょっと貫通してですね、うんうん、なります。逆にこっちの枝を裏から刺してここに出すっていうような感じですね。で、上下、差をつけてあげないといけないので、はい、こうやってぶつからないように、まあ、こういうふうにやってあげるのが一番かなと思います。うんうん、どっちの流れにしようかなと思ったんですけど、はあ、迷いどころなんですよね。ただ最後ここの部分のくびれがこっちに返ってるんですよ。だからこっち流れでもいいのかなと思ったんですが、立ち上がりで言うとこっちがへこんでるんで、こっちが綺麗かなっていう、うん、まあ、どちらでも面白くはなると思うんですけど、だ最後こうやって帰ってるので、うん、こっちにしようかな。左側に出す枝のが下ってことだね。うん、でこっちがちょっと上、はい、っていうイメージでやっていこうかなと思います。まず準備が必要で、はい、これをそのまま刺すので、うん、穴に直接こうっと刺しますから、目はこうやってついてる、こうやってついてますね。それごめん、何それ目目、うん、こっちが先ね、はいはい、カエルってついで出ますから、うん、こういうふうにこれが芯だとして、はい、こうやってついで出ますね、はいはい、そのまま穴にこうやってやると、うん、この目を痛めてしまう、うん、逆に返しみたいになっちゃうので、はい、ここを保護する必要がある。なのでここに継ぎ木テープを巻くといいっていうことですね、はい、でそれに通しやすくするために針金を通すとすぐ抜けるよっていうのを、矢島さんの動画で拝見しましたので、それをやっていきたいと思います。はい、でまずは単純にこの辺の葉っぱを全部取ってきますね。はい、で反対側の、前回の動画でも言ってたんですけど、ある枝、この途中に出てる枝も使えれば一番いいなっていうのは言ってたので、はい、その辺はちょっと一回通してからまた針金をかけて、うん、使っていきたいなっていうふうに思ってますね。急に派手な帽子になってるからちょっとびっくりしちゃうかもしれない。髪が、うん、後ろからさ、扇風機で、はいはい、行きました、うん、今度は継ぎ木テープでやっていかないといけないですね、こうやって、うん、一時的な保護だけなので、はい、例えば一つ目が欠けたとしてもですね、うん、カエルの場合強いのでまた出てきますから、はい、はい、こっちの方が下にしたいので、うん、ここら辺から出すイメージでやっていきます、はい、なのでこの対角に裏からうん、この穴開けるビットで入れていきます。短いね、短いですね、これしかない、ギリギリ届くか届かないかぐらいの距離、うん、しゃない、しゃない、届かないかな届く距離でやっていこうかな、じゃん、はい、こういうふうに、穴がちっちゃいかな、うん、
結構大きいのに。はい。で、対角に今度は入れます。はい。はい、こんな感じですかね。うん。これと、うん、はい。これ、うんうん。かな。はい。なんで、上に針金を通して。うん、ちょっと。ちょっと太いのがないんで、これで広げよう。取れました。あれ穴は飛んなそうだった。ちょっと反省をしましょう。反省をしましょう。この辺で折れてるんですか。本当だ。多分その穴に対しての太さが足んない、この穴のドリルの、ね、そう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 。だからもうちょっとちょうどいいの掘れば、地道に広げていこうか。であとね、継ぎ木テープを多く巻きすぎたかもしれない。ああ、もっと薄くした方がいい。薄くした方がいい。拡張したと。拡張しましたが、これも多分太い気がする。うん、さっき1本目にやったところの片方。なんか。でまた針金巻いて差し込むと。お。止まった？違うか。これさ、うん、継ぎ木テープさ、はい、邪魔じゃね？うん、目を守るためじゃないの。でもさ、うん、継ぐところがさ隠れちゃう。ある程度のところまでしか必要ないと思う。あ、距離がね、うんうん、あ、折れた。あれあれ、さあこうですね。こうですよ。折れたな。最初から全部うまくいくエストなんてないですから。ないですからね、はい。ドリルのなんかもうちょっと太いのがあれば問題なかっただろうけど。そうですね、うん、こいつはなんか石灰が短いからやりやすそう、うん、いけそうな気がする。あと目がこの出てない、うん、さっきのはさ結構目が出てたんですよ、うん、こっちの方がいいかもしれないですね。じゃあこれをやっていきます。はい。上げればいいんだ。ここは折れたっていいんだ、うん、実際回ってないですよ。先端だけかけるですね。先端だけかければいいんですよ。はい、って思った思った。だってここは折れても、うん、芯の中に行くわけだから。そうそう、ここだけ守れればいいんだ。そうだね。なんでそんなね、初歩的なことがわかんないんだ。まあ、そうやってね、勉強して、うん、トライアンドエラーの連続ですよ。この動画の最初、はい、覚えてるって方いらっしゃるかわかんないんですけど、うん、僕も商品のこういうのを一からっていうのは初めてですっていうのを言いましたね。はい、だから一緒にこの動画を通して勉強していきたいと思いますっていう趣旨で言ってたと思うんで、うん、ちょっとこれでまた一個勉強できたのかなと。そうね、実際やってみると見ないとわかんないからね、こういうのって。全然沿わせてやった方が楽。沿わせてやる？沿わせて継いだ方が。ああ、いきます。
これがちっちゃい。これがちっちゃい。いけ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 。あ、あ、止まった。はい、いった。出た出た。おお。やっぱでけえな穴が。穴がでかい。この枝に対してでかいんだよな。だからこの継ぎ木テープがあれなのかな、うん。穴をでかくしてる？うん。あ。継ぎ木テープを外すときが大変だな。メディールテープじゃないのがいい。取れた。取れた。はい。なるべく太いところまで。ここで爪楊枝をかませるんだって。言ってましたね。言ってましたね。切れ目つけてますね。切れ目つけて、折りやすくしてたの、こっちもやった方がいいかな。逆かは、うん、やった方がいいよ。はい、できた。できた。うん。で、反対側。矢島さんは結構スピードでやってたじゃない。うん。で、経験。経験値というかね、でもああいうことできる人が少ないから大事にしなきゃダメだよね。ね。職人さんは。そんなやりすぎちゃダメなの？知らない。そんなやりすぎちゃダメなの？まあでもさっきは太いところを使いたいって。でも目がさ、ああ守ってるところじゃないとね、目が出てこないもんね。爪楊枝を刺していきます。枝の下に刺してる？うん。よし。よし。できた。できた。よかった。カットパスタ。カットパスタ。スーパー戦隊カットパスタですね。うん。面白いこと言った今。だ。交換つけとくねじゃ。足しとく。スーパー戦隊カットパスタ。今タブ出された。受けてるよきっと。まあ爪楊枝は透過するって言ってましたね。うん。きっと一体化しちゃうみたいです。では。傷を保護しようと肉って巻いてくるんで、うん、そこに吸収されるっていうことだと思うんですね、はい、やっぱカットパスタはそこの部分が乾燥しないようにっていう役割でやりますね。これなんかできたら嬉しいな。え、できたら嬉しい。この木が、うん、こんな手入れて作ることないもんね、雑巾ね、うん、もらった時畑からあげて半年なんですって言ったんですよね。ああ、はあ、だからしかも挿し木でやったやつを放置しちゃったんですって言ったから、うん、本当の素材、本当の素材、なんか将来像が見えてきてる。なんか確かにそこをつけばね、ね、これでできたら商品ハマっちゃうかもしれない。もういいんじゃない。でもこういうのやんないでしょ、さすがに。仕事では、仕事でやったら生産者みたいになっちゃうよね。でもやってみて、その作ってくれる人から買うときにちゃんとリスペクトを持って買えるよね。あ、そうですね。そんだけすごい仕事してくれてんだってね。OK、できた。 OK、 そしたら針金かけようかな。
針金。剪定は？剪定もします。はい。この枝とかをここに作りたいんで。今だから1の枝、2の枝作って、多分裏枝ありますもんね。はい。だからその上、1の枝に上にかかるやつを下げるとかってことか。うん。太らせるのはもうやめようって感じですね、枝をね。なんかスローガンみたいだね。だから誇張したやつを、まあ、詰めてるっていう。詰めて、はい。今度は枝作りっていう感じですね。はい、当然あれですね、目摘みとかもしてないってことですよね、これね。うん、せっかくやった次のところを傷つけないようにしようって。ここを、うん、頭にしようかなと。ちっちゃいの、うんうんうん、だからもうここで切っちゃう頭。ああ、もう太らすのはやめようだ。はい、で、うん、ここで重要なのがこの徒長枝のとこですね、はいはい、これを残しておくと、うん、ここの皮の巻きが早いんですよ、はい、今切ったとこね、ここね、ここは残しておく、うん、そうすると多分肉巻きが早いと思うから、はい、将来は多分使わないかな、うん、今カットパスタのだったんだね。はい。来たところ。で、あとはこいつらか。はい。行きました。だいぶ姿違う感じ。こっち？これだいぶちっちゃくなりましたね。そうですね、うん、一つは、うん、まずちゃんと掃除をしましたと。掃除しましたですね、はい、食い込みがひどかったので食い込みを外しました。でその中で徒長させてた枝を使って通して接ぎ木をしたっていうところと、はい、全体的に伏せさせるために針金をかけました。この作業としては4つかな、はい、やったんですけど、最初に比べてだいぶ姿というか枝数ができてきたので結構ね、うん、なんか見えてきたね、ね、うん、ただこれから本格的に枝を作ってってなると本当に10年単位だと思いますけども、はい、骨作りっていう面ではやっとこのいい位置に枝が来始めたなっていうような印象ですね、うん、やってみてどうですか。で苦労してましたけど、そうですね、通してやるっていう中でやっぱり目のやっぱ折れないようにするっていうやり方、うん、でこのテープを使ってやったんですけど、やっぱその加減だとか穴の大きさとかそういうのは経験上より効率的にやる方法っていうのはやっぱり経験者の方の方がやっぱりすごいんだなっていうのは実感できましたし、うん、逆に言うと、まあ、これで一回やったので違う木とか、はい、あとは大きさがまた大きい木でやっていくと、うん、より自分の経験値として増やせるのかなと思うので、うん、はい、接ぎ木をちょっと今年は重点期間として接ぎ木重点週間、うん、だってでも時期もう終わっちゃわない？もうやります、いっぱいやる、これから、はい、ああハマりそう、動画にはしないですね、うん、個人的に、個人的に、なるほど、素晴らしい、やっていきたいと思いますので、うん、ちょっとこれの成長をまたお楽しみにいただけると。そうですね、大体半年に1回とか1年に1回ぐらい出てきますので、うん、それもまた追っていただけるといいのかなと思います、はい、ただメンバーシップですね、メンバーシップ、うちに行ってしまう可能性もありますので、あ、過去のだね、はい、可能性はある、あります、行かないようにいっぱい視聴していただくと、あ、そうですね、行かないのでそうだね、そうね、大体大学の方が行っちゃうんじゃないかって心配してます大学君はね、しょうがないね、あと僕の創作系、創作系ちょっと弱めなので、弱めなので、はい、ちょっとぜひともこれを、はい、見ていただくとありがたいと思います。分かりました、はい、ということで、うん、今回は楓の接ぎ木の方やってきました。はい、この動画がいいと思いましたらぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe and thumbs up and membership
for your membership. はい、Thank you. Thank you. Bye bye. はい。人がいっぱい来たから急に。Bye. はい、お疲れ様でした。いつもありがとうございます。ありがとうございます。この間ハマグリいただいた。ハマグリいただいたね。じゃあもっと。この時期何がいいかね。桃が好きですね。あ、桃。はい。そうだ。福島とか桃大好きですね。カニとか食べたいね。桃は好きですね。桃は好きですね。桃持ってこいって言ってると思うんだよね。梨も好きですね。梨も美味しいよね。じゃあもう皆さんがいいねボタンを押してくれたらそれで。あれ高評価をしてもらえれば。カニじゃないですか。カニはカットしようかなと。カニの部分を。カニだけに。どういうこと？ハサミついてる。あ、そういう。カットですね。カット。このくだりもカットなんかしたらね。おまけだろうね、使ったとしても。